出れないってなった時は中止にする選択肢もあって、その中止にもしなっちゃったらどうしようとか思ったし、その時メンバーに申し訳ないなっていうのと、来てくれるファンのみんなに申し訳ないなって気持ちで、すごい、僕にとってはブザーとしての一番大きい単独の箱になるわけだから、やっぱみんなからもう本トップの本番終わった後に、あの景色見れなかったのは本当もったいないよみたいな感じで言ってもらって、でもそれをちゃんと次に生かそうっていうことで、まあ本当の7人で前回よりも良いものをお客さんに届けられたらなと思います。ツアーとかが始まるとリハがすっごいんですよ。めっちゃ踊るとか、めちゃくちゃ辛いとか、本当にもう、なんだろう、休みたいとかなるんですけど、結局ツアーが始まって終わったらすっごいいい思い出になる。自分がその教えられるっていうところは、そのダンスにおいてなのかなっていうところはあるの、うん、やっぱりそこでもリハーサルのリーダーとして今やらせてもらってるんですけど、やっぱそこで自分ができることを最大限メンバーに尽くしてあげたいなっていう、うん、ダンスは、まあ、僕はまだまだだなすごく思ってるんですけど、歌と比較して意識しないとできないっていうことが多いんですよ。歌は結構やっぱり何年もやってきたから、意識せずとも自動的にこうなるっていうのが結構あるんですよ、あの経験値として溜まってて。なんですけどダンスってその意識しないとできないっていう領域がまだ多いので、それをちょっとずつなんか自動でできるようになって、今度これを気をつけてそれが自動できるようになってっていう積み重ねをやっとなんかちょっと最近感じられるようになってきたなっていう。メンバーの、パフォーマンスでいくと、まあ、マイクパフォーマンス、自分が歌ってる時のパフォーマンスをもっと頑張ろうって言ってるんですけど、僕はなんかそういうところをちょっと僕がみんなができなそうな部分は振り付けたりとかしてとか、まあ、ちょくちょく演出面でちょっと追加で振りが必要ってなったら、まあ、僕が振り付けたりとかは基本的にしてます。他に飲み込むし持ち帰るし、本当に家族とかにもこうしてって言われて学んできたよりかは、なんか自分で気づけっていう過程なので、その教えで多分ずっとやってきちゃってるから、なんか僕もでもそう思うんですよね。こう気づかないと結局変われないじゃないですか、自分相手が答え言っちゃう。やっぱりそのクエスチョンに対して自分が考えるとか模索する時間がすごい人間として一番大事な部分だと思うので、そこは甘えずやってほしいなっていう気持ちなんです。どうしても分かんないっていうところで、じゃあこうしようっていうのが僕のスタンスです。やっぱリハに関して自分が自分とシャルフでそのリーダー的な感じ役目でやらせてもらってるんですけども、振りを揃えるっていう段階で、まずはそのみんなとそのどこが揃ったら揃ってるように見えるのかっていう、全部が全部揃えるっていうのは、あの個々の個性がやっぱメンバーは強いですし、そこを殺したくはないので、出せるところは出させてあげて、ここは7人でパッと揃えた方が、そのさっきも言った通りステージの映えがより良くなるんじゃないかっていうポイントを決めて、そこは重点的に揃えるようにはしてますね、リハ中に。いっぱいあるよ、本当にいっぱいありすぎるんですけど、お客さんにもっと自分を伝えたいっていうのをもっと前面に出せたら、もっとお客さんが楽しめると思うし、
喜んでもらえるんじゃないかなって思います。音楽面で言ったらやっぱり音の取り方とか結構早撮り遅撮りしちゃうことがあるんで、そこを反省したり、あと結構体力のなんだろう分配が下手で、うんうん、全部全力でやっちゃうんですよ。だからもう1曲目でやべえ体力やべえみたいななっちゃったりして、毎日新しい課題が生まれて、それを解決したらまた新しい課題が生まれてっていうその繰り返しなので、そうですね、あのでしかも毎日、まあ、平均5時間6時間ぐらいツアーのリハをやっているので、なんかもう一日ツアーのこと考えて寝て起きてまたツアーのことを考えてっていうルーティーンができてますね。声を出せなくても楽しめるんだよっていうところを課題にずっとしてまして、でもそのクラップとかいろんな試行錯誤をしながらようやくなんか答えがちょっと近づけたじゃないかなっていうのが、そのブザービーターのリリースイベントであって、その集大成というかこの期間すごく無駄じゃなかったっていうか、むしろ力になったっていうところをこのツアーでこう証明できたらなっていうのはありますね。まあ、やっぱり自分のファンには自分だけを見てほしい。そのやっぱマイライブどこかしらは違うので、それをやっぱ自分のファンの方には見逃してほしくないな。褒められればめっちゃ喜ぶし、なんかダメ出しされたら、あ、そっか、そうお客さんには見えてるのかっていうのをよく自分なりに反省したりとか、まあ、そうです。お客さんの声が一番じゃない。